お疲れ様。私もご一緒させてもらおうかな。おごりなんだって？ここんとこカップ麺生活だったからさ。ちょっ、気づかなかった？任務中ずっと尾行してたのよ。おかげでいいサンプルが採取できて感謝するわ。久しぶりって言うほどご無沙汰じゃないわよ。っていうかそれ今何サルね。ねえ、以前から不思議に思っていたけど、その胃袋はどういう仕組みなの？ちょっと見せなさい。興味があるわ。あ、ほら見て、あんなに食べたのにこれだけしかお腹がぽっぽりしていない。本来もっとブニッとしているはずよ。というか誰もこれが物理的におかしいと思わないの？質量保存の法則を無視しているじゃない。何か仕掛けでもあるの？ける得意点が形成されているとして、摂取した食物の体積を F、 変換されるエネルギーも Y。 ダメだわ、やっぱり理論上不可能よ。ねえ、そのお腹解剖させて。ね、いいでしょ、痛くしないから。そんな、お願い。完璧に麻酔するし、解剖部もちゃんと目立たないように縫合するから。そうよ、だから解剖して器官の仕組みを。そうか、 X 線による追跡とサーモグラフィー、脈拍測定によるエネルギー変換なら今すぐにでも可能だわ。同時に放射線測定で特異点発生の有無も調べましょう。すぐに準備始めるわね。よし、準備 OK よ。オメが届いたら早速観測を始めるわ。君はこの世紀の大発見の瞬間を邪魔する。